ワイナリーがあるリベラデル・ドゥエロ・ドミニオ・デ・ピングスは、スペインカスティーリャ・イレオン州、バリャドリッド県キンタニーリャでオネシモにあるワイナリー。スペインの原産地呼称制度である、デノミナシオンで、オリヘンにおけるリベラデル・ドゥエロに所在する。ブドウ畑は、バリャドリッド県、ラオラ周辺に存在する。基幹銘柄のドミニオ・デ・ピングスは、カルトワインの一つとされており、生産されたワインは、超高額で販売され、入手するのが困難である。ドミニオ・デ・ピングス社が生産するワインには、セカンドラベルのフロール・デ・ピングス、それぞれ一樽のみ生産される、クベー、アメリアがある。近年には、地元のブドウ栽培農家と共に、ティント・フィノダネのフルジュを栽培する、PSI と呼ばれる共同プロジェクトを行っている。ペスケラ・デ・ドゥエロのアシエンダ・モナステリオでマネージャーを務めていた、デンマーク人ワイン醸造家のピーター・シセックによって、1995年にドミニオ・デ・ピングス社が設立された。シセックはドミニオ・デ・ピングス社のワイン生産哲学について、私が所有するブドウ畑のブドウの木はとても古いものである。彼らの収量は高くないし、農薬を用いることもない。伝統的な伐採方式によって栽培する。彼らは完璧であると述べている。基幹銘柄ドミニオ・デ・ピングスの1995年ヴィンテージについて著名なワイン評論家のロバート・パーカーは、私が今までテイスティングしたワインの中で最も偉大で最も興奮するワインの一つだとした。初ヴィンテージの生産量はわずか325ケースととても限られ、当初は1本あたり200米ドルに設定されて販売された。1997年11月には75ケースのドミニオ・デ・ピングスを積んでアメリカ合衆国に向けて航行していた輸送船が北大西洋のアゾレス諸島沖合で沈没。初ヴィンテージの希少価値はさらに高まった。輸送船沈没の報道はアメリカ市場に劇的な反応をもたらし、ドミニオ・デ・ピングスの価格は1本あたり495米ドルに急上昇した。2008年4月のロンダワイン生産者会議では、特定のワイン評論家の味覚に合うようなワインを生産する生産者もいると述べたデカンター誌の編集者、ギュイ・ウッドワードの発言に、シセックが腹を立てた。質疑応答の時間には、生産哲学を持たないワイン生産者の存在を暗に意味したウッドワードの傲慢な発言に対して、シセックは、私は、そんなことが可能であるとは思わないと付け加えた。2007年、スペイン政府はドミニオ・デ・ピングスや他のワイナリーのブドウ畑を横断する幹線道路の拡張計画の承認を発表した。シセックはこの道路拡張計画に強く反対しており、この計画がスペイン政府の報復的な措置であるとした。ドミニオ・デ・ピングスに用いられるティント・フィノダネ・バロッソには、ティント・フィノダネが植えられた 2.5 ヘクタールのブドウ畑があり、このブドウ畑の樹齢は65年に達している。サンクリストバルには 1.5 ヘクタールのブドウ畑があり、こちらのブドウ畑の樹齢は70年を超えている。これらのフルジュの収量は1ヘクタールあたり12ヘクトリットルの低収量である。2000年以降はバイオダイナミック農法が用いられている。基幹銘柄、ドミニオ・デ・ピングスの生産量は500ケース以下であることが多いが、劣ったヴィンテージの年には全く生産されないこともある。セカンドラベルのフロール・デ・ピングスはティント・フィノダネのセパージュワインであり、ラオラ周辺にある樹齢35年以上の帝釈ブドウ畑で栽培された果実が用いられる。2005年ヴィンテージからバイオダイナミック農法が用いられている。年間の生産量は平均4000ケースである。基幹銘柄のドミニオ・デ・ピングスとセカンドラベルのフロール・デ・ピングスに加えてドミニオ・デ・ピングス社はそれぞれ一樽ずつクベーとアメリアを生産している。これらは樹齢100年を超す木の1ヘクタールあたり10ヘクトリットルと調停収量の畑のブドウを使用し、2003年の初ヴィンテージからバイオダイナミック農法が用いられている。2005年ヴィンテージは25ケースが生産された。PSI はティンとフィの種のフルジュを栽培する地元のブドウ栽培農家との共同プロジェクトであり、ブドウ栽培農家とティンとフィの種のフルジュを支援することを目的としている。2006年にプロジェクトが開始され、2007年に初ヴィンテージが出された。ブドウ栽培農家はバイオダイナミック農法、または有機栽培を採用することが推奨されている。醸造責任者は、ピーター・シセックとパブロ・ルビオであり、ドミニオ・デ・ピングス社ではなくボデガス・イ・ヴィニエドス・アルナルドの名の下で販売する。巨大なコンクリート層で醸造が行われ、コンクリート層、木製層、オーク層で熟成される。2009年ヴィンテージは9600ケースが生産され、2010年ヴィンテージは16600ケースが生産された。ありがとうございます。